ETF についてですね、ご相談いただいてますね、どれくらいになるんでしょうかと、どれだけ増えるんでしょうかということですね。やっぱり気になりますよね、どれだけ増えるかっていうのは。もう投資される方は当然だと思うんですけども、どれくらいになるんでしょうかって具体的に結構聞かれることがありますね。まあ、ETF とかに関してもですね、まあ、長期投資についてはですね、公式 LINE の方で結構細かくですね、具体的なおすすめの案件も含めてですね、まあ、クローズの案件ですよね、まあ、そういったものを含めて結構細かくお伝えしてるんですけれども、まあ、どれだけ増えるかっていうその目標にですね、いかに近づける、手法を取るかってことですよね。堅実 で、まあ、過去の実績というのもすごく、もちろん先のことは誰にも分からないのが投資なんですけれども、それでもですね、やっぱり20年とかそういったデータっていうのは大きくぶれないというふうに思って、インデックス、SP500 投資とかそういったものをお勧めします。